それ見た方がいいけどね。花火は。あれ、なんだか頭重いな。ここのところ忙しいから仕事の疲れじゃないの？そうかな。ダメだ、ちょっと横になるよ。うん。ちょっと待って、換気をしないで燃焼器具を使用すると危険ですよ。開放型の燃焼器具は室内の空気を使って燃焼し、使った空気を室内に排出します。石油やガスを燃やすためには一定の酸素が必要です。換気をせずに使い続けると酸素が不足し、不完全燃焼を起こすため一酸化炭素が発生し大変危険です。一酸化炭素は無色無臭のため発生しても気づきにくい特徴があります。体内に吸い込むと酸欠を起こし、その症状は軽い頭痛から始まり、めまいや吐き気、呼吸障害、意識障害、そして最後には死亡事故につながる恐れがあります。部屋を暖房するときには時々換気をしなくてはね。気持ちいいな。現在販売されている石油暖房器具は不完全燃焼が起きにくくなっています。しかし使用するときは必ず換気扇を回したり窓を開けるなど1時間に1、2回換気をしましょう。